鎌田大地セリエ A 先発デビュー、現地は高評価。今季ラツィオに加入した鎌田大地が敵地のレッチェ戦にいきなり先発し、新天地デビューを果たした。鎌田は 4-3-3 の布陣で、右のインサイドハーフに入った。前半26分、フォワードインモービレの得点で先制し、1対0の後半9分に交代。鎌田がツッチを退いた後に2失点し、逆転負けを喫した。契約満了により、昨季限りでドイツ一部フランクフルトを退団していた鎌田。複数クラブで交渉があった中、今月4日にラツィオ入りが正式発表された。13日には、同サンブラティーナとの親善試合に先発して実戦デビューし、新天地初得点をマークしていた。黒星スタートとなったが、ネット上では、いきなりスタメンなのかすげえな、鎌田らしいプレイできてて嬉しい、鎌田は前半飛ばしまくってノーミスの完璧な出来、フィット具合がめちゃめちゃ良かったなどの声が上がっている。現地での初戦評価は上々のようで、これからのセリエ、CL での鎌田のプレイが楽しみだ。スタメンスゴ、セリエで鎌田見れる幸せ。新加入とは思えないプレイだった。これから楽しみ。早く公式戦でゴール決めたい。CL でも頼みますよ。ビッグクラブとの対戦はよみたい。ラツィオ鎌田のゴールを待ちわびる。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。